こんにちは、金黒です。前回の動画でアプローチウルトラのバッテリーをカラッカラになるまで使い切って、その後フル充電にどのくらい時間がかかるのか試してみましたが、今度は逆に 100% フル充電になった状態から実際の通常使用時で何時間使えるのか試してみます。金黒レビューチャンネル。アプローチウルトラは登山やトレランやダイビングなどアウトドアのシーンで長時間使うためにバッテリーの容量が大きくなっている分だけ時計自体の厚みが出てたり重量もかなり重くできています。ただ前回の動画でバッテリーの容量が上がっている分だけ充電時間がかなりかかるのかなと思っていたら、思いのほか早く充電できたのでそれが逆に心配になって、アップルの公式サイトで歌っている通り通常使用時で36時間使えて、低電力モードだと60時間本当に使えるのか気になってきました。今回は通常の使用時で36時間ちゃんと使えるのか試してみたいと思います。金黒レビューチャンネル。今私の Apple Watch Ultra は後ろに充電器がくっついた状態でフル充電の状態になっています。 100% の状態からここから実際どのくらい使えるのか測ってみたいと思います。前回と同様にストップウォッチで何時間使えるのか測ってみます。この充電器を外すのと同時にストップウォッチのタイマーで測っていこうと思います。それでは測っていきます。今充電器外してストップウォッチをスタートさせました。どのくらい使えるのか楽しみです。ちなみに使っているモードとしてはちょっと腕にはめてご紹介しますと、モード的にはいつも最近は常時点灯のモードで使っています。 Apple Watch Ultra にする前は普段は画面が消えている状態から手首を返すと時計表示が見れるようにしてたんですけど、 Apple Watch Ultra にしてからは今見えない方向に向けたとしてもちゃんと時計の表示がされていると思います。ここで手首を返すと文字盤の色が明るくなってちゃんと点灯するような設定にしています。このフル表示の状態でどのくらい使えるのか試してみます。1時間を経過しました。1時間経っても Apple Watch Ultra のバッテリーの残余量はまだ 100% 残っています。2時間を経過しました。まだまだ今のところ 100% のままです。3時間経過しました。バッテリーの残容量は現在残り 98% です。まだまだいけそうです。現在17時間を経過しました。バッテリーの残量なんですけど、今のところ17時間経過して 83% の状況です。今日は休みで今から登山でアップルウォッチウルトラを使ってみようと思います。飯山登山口に来ました。現在は10時15分ぐらいなんですけど、測り始めて今18時間15分経過しています。バッテリーの残容量は今 78% の状態です。登山でどのぐらいバッテリーが減るのか楽しみです。アプリのヤマップも起動しました。アップルウォッチでもアプリのヤマップ起動しました。こんな感じで地図を見ることもできます。それでは登山開始します。飯野山の登山を終えてちょうど今20時間スタートから経過したところです。ヤマップを使って軽く登山したんですけど、1時間40分ぐらいの山登りでした。アップルウォッチの今のバッテリー残量は 71% まで減っています。結構思ったより登山に使うと減るのかもしれません。その後違う場所で
Apple Watch Ultra と YAMAP を使ってウォーキングを47分行いました。 Apple 公式サイトの通常使用時だと最大36時間というふうに書いていましたが、現在は42時間を超えました。軽く Apple Watch Ultra 私のものを使ってみたら、まだバッテリーの残容量あって、今は 38% も残っています。カタログスペック以上にまだ使える状態になっています。あとどのくらい使えるのか楽しみです。63時間経過したところで、ようやくバッテリーの残容量が 10% となりました。このまま低電力モードを使わずに実験してみます。ついに Apple Watch Ultra のバッテリー残量がゼロになりました。時間は67時間結局は使えました。カネクロレビューチャンネル。全く想像していなかった結果になりました。 Apple の公式サイトだと、通常の使用時だと36時間、低電力モードだと60時間使えるというふうにアップルの公式サイトで歌ってるんですけど、私はこの通常の使用時でなんと低電力モードと同じ時間、60時間以上使いました。主に使ってるのはメールの確認とか LINE の確認とか、あとこの実験中も手が離せないときにアップルウォッチでそのまま電話で通話したりもしました。他にも、ヤマップで軽く登山をしたりウォーキングをしたりして使ったんですけど、全く予想できないぐらい長く使いました。今度今月長野に2泊3日のテント泊で登山しようと思うんですが、さすがに今回60時間使えるということは2日半使えるので、あともう少し使えたら2泊3日のテント泊に使えるっていうことになりますが、これテント泊で夜寝てる間アップルウォッチウルトラの電源を切れば、もしかすると3日間通して充電なしで使えるかもしれません。それはそれでちょっと怖いんで、アップルウォッチウルトラそのまま充電できるモバイルバッテリーのタイプ、ベルキンのタイプを持っているので、それは持っていこうとは思うんですけど、実験的に2泊3日の登山で寝てる間アップルウォッチウルトラの電源を切って3日間持つのか試してみたいと思います。また前回の動画でアップルウォッチウルトラの電源がゼロになった状態からフル充電にどのくらいの時間がかかるのかっていう動画もアップしてますので、その動画をご覧になっていらっしゃらない方はそちらの動画も見ていただけると嬉しいです。そして2泊3日の登山泊でアップルウォッチウルトラを使ってみた様子もまた動画を上げますので、よろしかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。